はい、皆さんこんにちは、太田製作所です。本日は箱穴に取り付けたアラホールでまたアライグマを捕獲しました。今日は10月20日ですが、10月になってアライグマが取れ始めました。なぜかは分かりません。同じところでばっかり捕獲しています。今月になってここの箱穴に取り付けたアラホールでは3頭目です。しかも同じアラホールでばかり取れていますね。では今から電気止めさし器を使って止めさせていきます。インバーターとバッテリーをつなぎ合わせます。インバーターのコンセントに挿します。インバーターの電源を入れて、手元のスイッチはキリになっています。キリが表示されていたらキリです。アースクリップを箱穴へ取り付けます。手元のスイッチを入りに入れて挿します。1分以上電気を流すようにしてください。はい、手元のスイッチを切ります。アースクリップを外します。コンセントを抜きます。アラホールをセットします。アライグマを回収します。餌を忘れたので餌も取りに行きます。はい、本日はアラホールでアライグマを捕獲しました。ドッグフードをこのようにペットボトルに入れて持ち運ぶとすぐにアラホールもセットできて大変便利です。アラホールの詳細については動画の概要欄にリンクがありますので、そちらをご覧ください。本日もご視聴ありがとうございました。これがアライグマを捕まえるアライグマ究極捕獲器アラホールでございます。まずセットするときはアラホールを地面に置きます。次にドライバーで捕獲用のバネを下げます。その時にトリガーバーも下がるのでトリガーバーをトリガーにかけます。そしてドライバーを外すとこれでセット完了です。はい、ではアラホール設置の説明をします。この箱穴にまずこの鎖を結びつけてアライグマが逃げられないようにします。次にアラホールをセットします。アラホールをセットするときはドライバーを使ってバネを下げ、トリガーバーも下げます。トリガーバーをトリガーにかけ、ドライバーを抜いて、これでセット完了です。アライグマを捕獲するためにこの穴の中にドッグフードを入れます。おびき寄せるために周りにドッグフードを巻きます。このアラホールの中の餌が雨で濡れないようにプラスチックのコップを上にかぶせます。これで雨の心配はありません。この上にコップを乗せてもアライグマは手が器用なのでコップを取ってこの中の餌を取ろうとします。この中に手を突っ込んで餌と一緒にトリガーを引くとアライグマの手が捕まります。このようにアライグマの手が挟まれ逃げることはできません。捕まったアライグマが逃げようとしますが鎖でつながっているため逃げることはできません。はい、ここはアライグマがたくさん来ていたのでもう1箇所アラホールを設置しました。1箇所に複数個のアラホールを設置することによって捕獲率が倍増します。これで様子を見たいと思います。現在販売中のアラホールはバネがさらに強化され色は銀色になっています。気になるお値段は4個で1万5000円から販売しております。動画の概要欄にリンクがありますのでそちらをぜひご覧ください。